はい、おはようございます。今日は佐賀県神埼市司神埼店さんやってきました。今回は主役はゼリガタ4ですね。まあなかなかね、最上位の AT 超大砲ラッシュまでたどり着けてないんですけれども、やっぱりそれをホールで体感してみたいということで、今日もそちらを目指して打っていきたいと思います。そして今日はこれから YouTube ライブ生配信を行っていきますので、まあ、生配信の様子から見ていただきたいなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。というわけで打っていきましょうかね。 AT 機です。スマスロです。シータさん髪の毛切ってさっぱりしたね。髪の毛切りました。結構前に切りましたかね。ジャクチェリーですね。マスク外して実践することありますか？あ、ありますよ。最近はね、マスク外してくださいっていうチャンネルとか、そういう収録とか、あとはそういうホールさんとかね、いますね。まあ、特にあのメーカーのショールームとかそういうところで打つときはもうマスク外してるんで、マスク外して実践というのもまあ徐々にね増えてきております。初打ちは打ち込んだの？打ち込んだというほどじゃないけど、もちろん初代の主役は銭形は好きで打ってましたよ。まあ当時はストック機でね、いろいろとといろいろとありましたっていうと、なんかちょっと含んでるような言い方になりますけど、まあいろいろありましたよ。時代も時代でしたんでね、はい、いい思い出も嫌な思い出もあります。で、通常時は強チェリーでゼニガダッシュ当選率 60% あるんで、まあ、取ってる可能性十分あります。まあ、黒ラーメンチャンスアップで発展ですね。で、赤タイトル、ここはおそらくゼニガダッシュということになります。で、ここ今出てきましたね。299 今123ゲームしか回してない。据え置きか、据え置きだな。まあいいやまあいいやはい、ゼリガダッシュ、まあこんな感じで1ゲーム1ガッツずつ増えていくんですよ。だから124ゲームで300ガッツってありえないので、まあ多分酔い腰です。で、ゼリガダッシュがこのガッツを貯めるゾーンですね。6ゲーム1セットのゼリガダッシュですね。いや、いいよ。ゼリガダッシュはすごくいい。はい、ゼニガダッシュ、アドレナリンが出てきたわよ。強チェリー、はい、ゼニガダッシュなんかデモ機みたいな、ショールームのデモ機ぐらいゼニガダッシュ入りますね。全然通常時見せれてない、ゼニガダッシュしか見せれてない。すごいゼニガダッシュ。自宅にマイスロットを機はありますか？あ、置いてないですね。前は置いてましたけどね。会社に置いてます、会社に。さあ今1059ガッツで獲得ガッツが125ガッツなので、足したら1184ガッツになりますね。さあどうか、どうだろうか。わあ、当たりましたね。1171ガッツで当たりました。で、余った分は AT5 に持ち越されます。で、残りは13月なんで、あんまり余ったっていうほどじゃないですね。というわけで初期投資の方が13本、ここからが AT 太鼓ラッシュ突入となります。いきますよ。これがね、すごく楽しいんですよ。すごく楽しい。駆け抜けも多いけど、初めまして。初期の頃から動画楽しませてもらっています。今日も異次元の引きを見せてください。弾けるかどうか分かりませんけれども、弾けたらめちゃめちゃ A になるものが詰まってる台なんですよね。本当見せ場の宝庫なんで、これでやれた時はすごい気持ちいいです。で、まあ、残り1ゲーム、これ駆け抜けという形になります。50ゲームで駆け抜けの場合は、一応最後にデカチャンスの抽選あるんですけど、それがまあもらえる可能性がちょっとだけあるっていう感じですね。で、まあ、終了画面もちろん設定したがありますけど、ここデフォルトです。で、ここ最後にデカチャンスの
チャンスあります。締まればもちろんデカチャンスっていう、はい、地道に進める所存です、はい、地道に進める所存ですということでデフォルトで、さっき13ゲーム残ったあのガッツはここにもう表示されています。 ICPO24 時ここも一応設定したの要素がありますで、これは時間帯で出る演出なので毎回出るわけじゃないです。今日こそルパンを捕まえましょう先輩、これデフォルトです。でここでも設定したが出る可能性があります。まあいろんなところでね設定したの演出はあります。だ結構楽しい台ですね打っててね。さあとにかく超逮捕ラッシュ目指すと言いながらデカチャンスすら最初の AT 迎えられなかったのでね、ちょっとこのまま終わるわけにはいきません。まあ終わるつもりはありませんけど、最低ビッグゲームだと思ってます僕は。まあ、ゼニガタ4を配信する上で最低ビッグゲーム、そこまではいきます。176ゲーム2回目の逮捕ラッシュというわけで2回目の AT もほぼ何もできず266枚でした。でお化け屋敷ですね、まあ、星おっ濃いですね。いやーちょっとさもったいないよね本当、ちょっとずつ伸びてる感じ。561枚、はい、1143ガッツでしたね。で今回は消化ゲーム数722ゲームかかりまして、現在投資が28本ということになってます。マジっすかこの状況でと見せかけてのと見せかけてのはい、地道に進める所存です。さあ AT4 回消化しましたけど、どれもこれも大した結果は残せずという感じで、ちょっとねやれてないですね AT 中全然。ただ当たりは4回引けてるんでもったいないっていう展開でしょうかね。ここまで、まあ、あと1回ね今日は天国のゾーンで当たってますんで、もう1回この辺で天国で当ててちょっと見せ場あるまではもうハマりたくはないですよね。ゼニガタイム SP は、まあ、もうその名の通りゼニガタイムの SP 版です。強い前兆ですね。カットにも入った、ボタン来た、はい、229ゲームですね。489月というところで5回目の逮捕ラッシュ突入です。ソトシ33本です。行きましょう。さあ5回目ですけど、ここまで1回も今日はビッグゲーム取れてないんで、そろそろビッグゲーム取らんといかんですよ。本当に何もない。ちょっと厳しいなあ今日は。俺は目に見えるものしか信じない、奇数したですね。今アイキャッチ黒でしたね。これは天国だと思います。まあ、天国しさで間違いないと思います。おお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 これなんか引いたぞ。デカメか中段チェリーか。あデカメ確定役でございます。デカめこれで無限のゼニガダッシュですね。で多分天国の可能性高いんで早いんじゃないですか。
まだまだだったら天国にはいなかったということになるでしょうね。ここあまだまだだ。じゃあ天国ではなかったんだ。あの黒のアイキャッチ天国したかと思った。ここか。あいやまだ結構実は天国でしたみたいな、ガッツ結構残しますみたいな可能性ない？あるよね。ほらやっぱ天国でした。多分あのアイキャッチャーも天国しただと思います。で253ガッツ残してますよ。265枚あります、持ちコイン。お、いいですね。安心はできないですけど、まあ、多分大丈夫です。あー熱い。よしやるぞー、でかちゃーんす。声もうん、成功したときは割と50乗ってくれるイメージですね、ゴエモン。あ、チャンスよ。可能性はあるけど、まあ、やっぱりデカメカベルを引かないと安心はできない。まあ、あれやく2つ引いてる。頼む、どっちか。よし、取った。いやー、取った。もし2つとも通ってればビッグゲーム確定してます。30か、まあまあまあ、ここですよ問題は。頼む、そろそろ頼む。いけ、取れないです。ああ紫来た。ここまで頑張りたい。残り36しかないけど、今日初めて紫出ました。まあ理想はなんとかここデカチャンスにぶち込んで赤でビッグゲーム取って紫でゼニロボ取るっていうのが理想ですね。そこまで行けば最高だ。で、早くルパンか。ジャッジチェリー、お、後乗せ取りましたね、珍しい。まあ 10ゲーム以上です。10ゲーム、紫ナビ。で、早くかな、違う。いやいや紫ナビは熱いでしょさすがに。これはもうデカチャンスじゃないと困るよ。いや強いね。さあ残り6ゲーム、ここは再びデカチャンス。 OK、 ここをつなげた赤と紫両方取れば逆転は全然あり得る。頼む。あ、ゴエモンアルプスだ。これクリアしたらビッグゲームです。絶対取りたい、絶対取りたい。ここは本当に大事なとこ。あーあー頼む。うわー、もったいなかった。ビッグゲームチャンスが残り5ゲームか。ただ赤紫ですね、ここビッグゲームチャンスですね。もう弱者ですけど、もうでかいの来ないかな。何ゲームですか、後のせい。別に別に後のせしなくてよくないですか、だったら。
うわラスト4ゲーム、ここでデカめ。あ、キョチリ、お、まあまあまあ、これでなんとかデカチャンスに望みをつなげられます。いや赤紫のステージ、まあ、出すのが精一杯と、そこでデカチャンスまではいけずでした。デカチャンスくれないかな。718枚です。いやー厳しい。でガッツが200以上残ってるんで、天国ならもう1回タイフラッシュできます。ここでないかな、あってほしいけどな、ないか。いやまだ分からんか、ゼニガタイム。あー天井が浅くなった、微妙に天井が浅くなってしまった。どうしようかね、ゼニガダッシュが結構絡んでくれたら割と早めに行けるけどね。もう一チャレンジするか、まあ、それでもう次の AT ラストにしましょうか。ゲーム数166ゲームですね。はい、これで今日7回目AT 当選、7回目初当たりはよう取れてます。あとはプラスに持っていけるかどうか。さあちょっと時間的にこれが今日最後の AT ということになりますので、ここで結果を出します。さあ行こう。執念は溜まってないですね、まあ、そう簡単じゃない。そう、あ、そうですね、デカめ30以上もらいました。さあデカめは30以上の馬の手だけじゃありません。もちろんデカチャンスに期待します。おお、いったいった、デカめからのデカチャンス、順調ですよこの AT 立ち上がり。はい、あ、アルプスだ、またゴエムアルプス、さっきのリベンジといきましょうか。うわ引けないっすね。いや結構、まあいいや、引けないっすね。うわ取った、やっとびっくり、ゲーム取れた。よし、終わってから来るんよね。行きます、ここは間違いない、ゴエモンのアルプスなんで。やっと取れた。さあここから当選まであと1100枚ぐらいか、そんなに遠くないね。さあ行きましょうか、ビッグゲーム。取れないのよね、なかなか。まあもちろんここもねデカめの出現率が上がってるんで、まあ、レア役いいですけど、やっぱりデカめを引いていきたいところ。1セット目保証があるの本当助かる。3ゲーム連チャレンジです。でゼニガ太鼓、あのデカめの分も持ってるんでね、通常。そうこれプラスアルファがあります。はい、バッタ太鼓、まずいな。
怖い。20ゲーム目これは取ってくれ、気持ちいいだぞ。 OK、 これね黒も黒があるんですよ、セリが逮捕の乗るかそれか上乗せ、3桁の可能性もある、10の可能性もある。ういー、ここは赤でしたね。やっぱビッグゲーム楽しいっすね。もうちょっと早く来てくれたらよかったのにな。なんで生配信の時行けなかったのかな。おー出た出た、ホウスケくん何引いたん、デカメかな。あ、デカメっぽいな。はい、あ、相当乗ってるような気がする。だってホウスケで乗るかするか、まあ100か200か300だと思う。パネフラー、オーベル、めっちゃ豪華、色が。すごいね、なかなかチャンリップとかね、弱地あたりではここまで銭形を取れてないんですけど、ここはむちゃくちゃいいよ。ここまでか。さあ、まあ何ゲーム乗るかな、まあ200はあると思います、200はあると思います。いくよ、まず最初の白30、どうする、ここ、あ、30だったか。さあこれ、はい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 、100でしたね。で黄色が50、これ290ゲーム、まくりました。もうまくれます。でこれにあれがあるんで、後の手の分があるんで、実質残り300ゲーム以上ということになります。これね、もう楽勝ですよ、楽勝。でかめ、気持ちいいか。さあこれでゲーム数が0ですけど、後の手分がね3つあります。まずは30以上の紫アイコン30で、赤はチェリーの分ですね、10ゲームで、チャンリップからの白10ゲーム、50ゲーム。さあ残り50ゲーム、ちょっと待って、おお、ここでデカメか、強チェリー、よし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 、いや、なんとかこれでデカチャンスまではたどり着けますね、250いくんで、よしよし。さあデカチャンスですけど、この次が紫アイコン、これを取るためにこのデカチャンス成功させてゲーム数持っときたいんですよ。引けないかな、ラスト、あー、ナビが出ちゃった。さあここですね、残り55ゲームプラス後乗せで、ここでデカチャンスに入れれれば、フジコはゼニロボっていう熱いデカチャンスに入ります。いいよ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 、赤サーチライト、よし。さあ残り14ゲーム、いくぞ、ここは今日一大事なデカチャンス、ゼニロボで、あー、フジコか。
さあ、まあ当選率高いんで、そしてビッグゲームもらえるんで、これ逮捕できれば、まあ、レアイク何でもいいです、1個引ければいいです。うわ、これは引いたでしょう。いやー、チャンス目、オッケー。おお、しかも次ゲームでデカめも来た。これはビッグゲームの継続ストックだったと思います。あ、3つ目3個なんで、ビッグゲームがまあ3連はするんじゃないかな。まず、ああ、そっか、ここはもうビッグゲームか、いきなり。さあ、こっから、こっからですよ、こっから。まあ、できればゼニロボからの30ゲーム連欲しかったけど、まあ、これはこれででかいですよね。さあ、1ラウンド目クリアです。さすがにこれで2つ目ですよ。でもう1個ストックあるはずなんで、ここまでは逮捕すると思います。ああ、取った取った。オッケー、これで6ラウンド目。はい、7ラウンド目。おお、クリア。8ラウンド目乗りますね。すくね。さあ、9ラウンド目、10ラウンド目突破したら100ゲームもらえますよ。一応デカナビは出てるんでね、期待したいところですが、さあ9ラウンド目どうだ。あー、ここまでか。10ラウンド届かず。どんぐらいやろう。あ、50あった、最初のやつが。10 10 30 30。悪くない、全然悪くない、全然悪くない。240ありました。これでまたデカチャンスいける。すごくいいじゃないですか。また紫ありますよ。これまたこれいって、フジコかゼニロボでってなったら結構出ますよね、この AT はね。デカめー。50。おー、100いった。いやー、乗りますねー。おー、マジ300。これはやばいぞ、めちゃくちゃいい流れになった。残り522ゲーム。いやー、これは最高やねー。簡単ですよ、デカチャンスなんて。もあ、レインボーになるんだ。3000枚からレインボーになるんですね。おお、デカめ。さあ、残り85ゲームと少なくなってましたが、ここで30度制。さあ、ちょっと待って、 ICPO 行ってない。ICPO 行ってる。チャンスゾーン濃厚です。よし、間に合った。とりあえず取れるかどうかわからんけど、もう一回ゼニロボチャンス。強チェリー。さあ、後乗せが赤2つですね。まあ、ここはあんまり期待できないですけど、ここよ、問題はゼニロボが見たい。来い。ああ、来た。さあ、ゼニロボやっと来たね。起動できれば30ゲーム連獲得です。
起動できればです。ただここも8ゲームなんでデカめを引けば問題ない。いやもうナビはいらない。これを取りたいんですよ。なんでかって言ったら30連を取った後に超大砲ラッシュがあるから、そこまでいけるかどうか。あーなんか引いたよこれ。2脚デカめでございます。よし取った30ゲームね。いやーよかった、いいとこでデカめ引けた。まあもちろんゲーム数もらいます、30ゲーム以上。はい、で当然ビッグゲームの抽選もあります。ビッグゲームはなしですけど、これでデニロボがもう後ろついてきてるんで、すべてのゲーム数を消化しきった後で30ゲーム連は。いやー粘った甲斐があったね。来たよ来たよ30ゲーム連。一旦これでゲーム数すべて消化、4344枚。まあこれだけでも十分な枚数なんですけど、ここからです。一応ね、この銭形の目はごまかせんぞはこれですね。これ偶数資産、まあ奇数資産偶数資産両方出ました。うわバリ緊張する。30ゲーム間でもちろんレア役で、まあ、無限のね抽選がされてて、中段チェリーとデカメだったら確定です。あと強チェリーで 40%。 大事なのはあの金7揃いがあるんですよ、64分の1で。それを出せるかどうか、まあ、金7が揃えば超大砲ラッシュ。青カットインですね。まあなかなか難しいと思います。ああそうよね、まあそう青はしょうがない。これです青。ちょっとでも緊張するな、ここ止める瞬間。青でもテンパったら二角なんで。あ強チェリーならありますよ。弱チェか緑、もちろん青よりはいいですよ。赤来ないかな。いやーまた超大フラッシュお預けなのか。ラスト5ゲーム頼む、カットインぐらい来てくれ。ラスト3、多分こっから演出が入ってきますもんね。はい、ジャッジ演出が。こっちがデニロボなんでこっちが勝てば OK です。あーダメか、次ラストこれレア役で OK です。レア役なら OK。 もう決まりました、内部的には。奇跡は起きないか、何も引けなかったけど行かないか。あっていうことで終了になります。で30ゲーム連の後はあのルパンがねこうやって掃除機でゲーム数吸ってくれます。で天井199なんで、まあ、ここは天国モードのゾーンで当たるってことですね。よし、あ当たった、はい67ゲーム逮捕ラッシュ。
すごくないこれ、このシステム。うん、枚数持ち越しですね。しかも今回1セット目で赤来てます。デカチャンス。さあただこの30ゲームのゾーンを生かせるかどうかですね。もう残りゲームはもちろん少なくなってるんで。あっ、藤子出てきた。さあいけ。あー、ないんだ。ああデカチャンス、このパターンね。はい、赤です。ここで出てこないか。ここでデュパン。おお取った、取った。ベルを盗めと出てデカメが出るパターンじゃないかな。デカメでしたね。もう完全に終わったと思ったでしょ今日は。これまだビッグゲームの可能性ありますからね。ここからチェリー来い、チェリー、チェリー来い。あー、ナビった。さあサクサク行こうぜ。何ゲーム台。30。そしていけ。そうです、復活パターンです。はい、ビッグゲーム。これはやばいぞ。5000枚は出るかも。はい、おい。いや、これはビッグゲームがすごいんですよ。ビッグゲームが6789、90ゲームから150ゲームぐらいじゃないかな。120ゲームと見た。あ、意外といってる。え、意外と乗ってる。170ありました。これまた始まりました。さあこれでラストですね。最後レア役はジャクチェリー。はい、5253枚。はい、最後の声はデフォルトということでこれで終了になります。はい、ここで交換しますので開封します。甘いよこの台、甘いよ。はい、実戦終了です。主役は銭形4チャレンジしてきましたけど、やっぱ超大ホラッシュがなかなか難しいですね。そこに入れるのが。今日も30ゲーム連までは行ったんですけど突破できず。ただ収支的にはですね、今日は1650枚の投資に対して5697枚交換できたのでプラスは4047枚と、まあ、かなり大きなプラスを残すことができました。でやっぱ超大ホラッシュがめちゃくちゃ強烈なんで、まあ、そこに入れれば5000枚とか1万枚とか見えてくるんだろうなと思ってたんですが、そ
それなしでも結構大きな枚数出るなっていうのを今日実感できたのは本当に良かったなと思いました。はい、というわけで今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。